ようこそ NCFTV へ。世界で一番脱炭素に熱い男、雄大です。今日はですね、僕が2年前ですね、外務省にいた時代にコラボをさせていただいたあの人に、なんとですね、来ていただいてます。どうも、マスリース。皆さんよろしくお願いします。いや、お久しぶりでございます。いや、お久しぶりです。もう会えて嬉しい。いや、僕もですよ、もう本当にお会いしたくてただもうこの登録者数があまりにも少ないとちょっとですね、失礼に当たると思って、いやここに来るまで私我慢しておりました本当ですか。いや、本当です、本当です。いや、僕正直あの YouTube に出られてるじゃないですか、はい、あれ外務省だったはずなのに、あれ、え、一体どういうことってすごい僕混乱したんですけど。はいはいはい、そうですよね、はい、そうですよね。いや、あの、まあ、コラボをさせていただいて、いや、この情報発信って大事だなっていうのを僕思って、実はその後外務省で情報発信の部署に希望して行ったんですけど、はい、まあ、その熱をちょっと抑えきれなくなったのと、脱炭素をどうしてもやりたいと思って出ちゃいました。いや、素晴らしい。だってやめるってすごい人生の決断じゃないですか。いや、もう人生をこの脱炭素にかけましたすごい。いや、僕この熱量をね、前撮った動画でも見せたかった前撮った ね動画ではね、動画の裏でずっとこうだったんですよもうそうですよね、うん、言いっぱなしたけど、動画はもうちょちょちょって切らなきゃいけなかったからはい、いやー、すごい今日だから、すごいいろんな話が聞けるの、めちゃくちゃ楽しみです。あ、本当ですか。ありがとう、はい、今日も何でも聞いてください。もう脱炭素のこと何でもお答えしようと思いますんで。はい、脱炭素、はい、あの、僕が以前お仕事を一緒にさせていただいた時は、気候変動と脱炭素をこう絡めて教えていただいたじゃないですか。そうですよね。脱炭素をするためには、そのクリーンエネルギーをこうもっとあの活発に力を入れなきゃいけないっていうお話でしたよね。そうでした。で、実際あの頃から今どういう風になってるんですか。あの頃から、はい、さらにもうあの頃って世界がクリーンエネルギーを使おうってなってた時だったんですけど、はい、もう使わないとおかしいよねっていう形にも変わっていて、実は、はあ、で、もう CO2 を出してる場合じゃないと、お、もうそういう時代になってるってことですね。なってるんですよ。で、今日の、実は今日撮影日、あの4月22日なんです、皆さん。これ、あの放送日が若干ずれるんですが、4月22日に撮影してるんですけど、今日実は、アメリカのバイデン大統領が世界のリーダー集めて、どんぐらい CO2 減らすんだお前らっていう会議を開催する。すごい、今この動画撮ってていいんですか。その動画撮った方がいいんじゃないですか。あの時差があるんですよ。時差があるんで、明日の朝に私それを情報収集して皆様に動画をお届けするって格好になってるんで、あの順番前後するんですが、はい、これが出る時にはもうその動画作ってあのお届けしてるんですけど、で、日本がどれぐらい CO2 減らすのかっていう発表が実は今晩あるんですよ。おお、いや、どんな風な発表するんでしょうね。それによっては我々のその日常の生活が変わんなきゃいけなくなるっていうレベルです。はあ、素晴らしい。あ、ちなみにあのマスオ TV をね、のご視聴の方からしたら、クリーンエネルギーって言われてもなんぞやっていうね、あの方もいるかもしれないんで、あのクリーンエネルギーを簡単に、いいですか。はい、簡単にですね、わかりました。対義語のところから多分ですね、お伝えした方がいいと思うんですけど、よく石油とか石炭とかってあるじゃないですか、はい、で、今この世の中、この電気とかって基本的にその石油とか石炭を燃やすとエネルギーが出るんですよ、はい、産業革命以降基本的にもうそういう掘ってきたものを燃やすとエネルギーになりますよってやってたんですよね、はい、で、それでエネルギーにして頑張ってきてたんですけど、その燃やした時って煙出るじゃないですか、うん、で、それが地球温めてるよねって話になって、それが気候変動を起こしてるよねって話になり、良くないって話になったんですよ。なりました。じゃあ減らしましょうってなると、このその燃やした時に煙出るやつは使えないじゃないですか、はい、その時に例えばその地球って太陽の光降り注いでるじゃないですか、で、草とか育つじゃないですか、草育つんだったらこれって電気も発電できるんじゃないってなったのが太陽光パネルなんですね、はい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 、で、風吹くじゃないですか、風、なんか台風の時とかって立ってらんないぐらい風吹いたりするじゃないですか、あれって結構な力、あれを電気に変えれるんじゃないって言ったのがプロペラつけて風力発電にしたんですよ、はい、なのでその2つとかって地球のもう要は何の汚すこともなく地球から発のエネルギーを取れる、それがクリーンエネルギーですね。クリーンエネルギー、そうなんですよ。で、なんかあれですよね、前おっしゃってたのは日本がクリーンエネルギーにこう舵を切らなきゃいけない、で、クリーンエネルギーにしないとなんか
あの CO2 いっぱい出してると日本はまたお金をすごい払わなきゃいけなくなるっていうことをおっしゃってたじゃないですか。言ってました、動画外でですよね。そう、動画外で言ってたんですよ言ってました。あの今まさにその世の中になってきていて、はい、バイデン大統領とかがですね、何言ってるかって、これから CO2 出してるやつに金かけるぞって言い始めてるんですよ。あ、だからかかるよって言ってた時から本当にかかる時代に来てしまって、小泉環境大臣とかもこれから日本は CO2 に金をかけなきゃいけないっていうふうに言い始めてるんですよ。だそういう形になってきて、でそれを言われちゃった民間企業たちは、え、おいおい、もしかして金払わなきゃいけなくなるって今なり始めてます。やっべえじゃん、今のままやってたら CO2 出してるから俺らもう儲けられない、え、やばいよっていう、そういうことですか。そうなんですよ。だからちょっと減らさなきゃいけないのか、どんぐらい金かかるのみたいな、ちょっとの量だったらまあいいけど、結構お金払わなきゃいけないんだったら、だったら CO2 減らすかもみたいな、今そういう心理状態ですね。おお、っていうところまで今来ている。今ですね、今日の夜のこの発表以下では、要はそのどん CO2 を日本として減らさなきゃいけないと、はい、これが2013年に比べて半分に2030年するかもみたいなことが今報道で言われてます。これがその 50% なのか 40% なのかなんですけど、でもいずれにしても半分ぐらいじゃないですか。はい、すっごい減らさなきゃいけないじゃないですか。え、すごく減らすのって難しいじゃないですか。そうなんですよ。え、そのじゃあ減らすためには一体何が一番いいんですか。そうですよね、うん、そうですよね。一体何がその煙、その CO2 出してるのかって話ですよね。はい、でこれグラフがですねあるんですけど、もうですね35% 以上のところは電力なんですよ。だからこの使ってる電気を CO2 フリーに切り替えるだけでブワーッとその CO2 減るんですね。だから皆様もう民間企業とかも個人の人もその電気をもう再生可能エネルギー電気に変えるだけで CO2 減るんですけど、はい、プラスやっぱり多いのは車のとこですね。あ、車車結構出してるんですよ。車おっしゃってましたよね、そういえばね。あの今は水素の時代だと。あ、そう、当時言ってましたね。水素なんだ、水素だってずっと動画界で言ってたんですよ。それは実際今どうなってるんですか。水素は今あの時僕言ってたじゃないですか、はい、そしたら今世界が水素だって結構なっていて、ヨーロッパとかはもううん兆円突っ込むぞって言ってるんですよ。ヨーロッパは準備整って、もう再生クリーンエネルギーが増えて、クリーンエネルギーを水に通すと水素できるんで、はい、水素にもう40兆円とかの金額だったと思いますけど突っ込むっていう話をもうしていて、はい、で日本も日本で去年の年末に政府とあと菅総理がこれからはもう要はクリーンエネルギーとかを使ったグリーン成長だって言った、その柱の中に水素って入ってるんですよ。で、だ水素に日本政府も金つけるぞって発表して、だから水素銘柄が今グレって買っとけばよかった。そうなんですよ、そうなんですよ。あの時に買っとけば、いや岩谷産業なんて多分もう運倍になってます。買っとけば。ああ、じゃあ今じゃあ来てるっていう、そういうことなんですよね。来てます。実際じゃあ日本は水素について具体的にどういうところが来てるんですかね。水素はもうその水素そのものを扱っている、例えば岩谷産業とかもそうですし、はい、まあ、水素今でも日本ではちょっとまだ生産がなかなかできないで、まあ、海外から持ってくるみたいな話になるので、海外から持ってくる時の運送業のところが水素に今期待されたりだとか、水素を別の部隊に溶かして持ってくるというところがにところにお金をつけるとか、まあ、これからの部分もあるんですけど、はい、そういう感じになってますね。へー、すごいな。2年前やんなきゃいけない、やんなきゃいけないってずっとおっしゃってたじゃないですか。それが現実化してきてるっていうのは、なんか僕もそうしなきゃいけないんだろうなってすごいその時に思ったんですよ。はいはいはい、だから嬉しいですね。そうなんですよ。本当にあの時にお伝えしてて、動画外でも言ってた世界が、まあ、もう来たっていう。で僕も人生かけてますからね。そうですよね。そうなんですよ。脱炭素、はい、だあれからでもものすごい進展したのは、でも電気を貯めるっていう蓄電池ですね。あ、実際今その蓄電池はどんな状況なんですか。蓄電池の性能がもうグワングワン上がってるんですよ、はい、で一番分かりやすく進んでるのがもう自動車のところなんですよね。お、自動車ってガソリン使って走る車で、はい、その中燃費がいいのがハイブリッドとか出てたじゃないですか。でハイブリッドは実はちょっと蓄電池入れてるんですよね。あれガソリンで車をこう動かしてる中で、そこで出てきた電気は蓄電池に貯めて、蓄電した分はそのモーターでって、モーターとそのエンジン両方ともついてるんですけど、はい、
で、この蓄電池のところがめちゃくちゃ進歩をして、もうエンジンいらないで蓄電池に電気を充電しただけでっていう形で走る EV が、はい、今もう世界ではこっからは EV だってもうなってきてる感じなんですよ。おお、 EV EV っす、時代は EV。EV っすね。ちょっと EV で、たまたま僕2日前か3日前に見た、はい、ニュース見たんですけど、はい、なんかどこでしたっけ、中国のなんか佐川急便かな、はい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 、が佐川急便が中国のこう EV 車を用いるっていうのを見て、あー日本のメーカーじゃないんだって僕ちょっと、あー残念だなって思ったんですけど。いや僕も思いました、僕も思いました、はい、そのまあちょっと動画でですね、これまとめてご説明をして、で結構コメントもですねいただいて、製造が中国なんですけど、まあそれを一応なんか監督してるのは日本のスタートアップの企業なんですよね。なのでコメントの中には、はい、iPhone の例えば部品が中国調達だったとした時に、でも iPhone を中国製っていうやついないだろみたいなコメントもいただいて、まあ、確かにと思いながら、でもやっぱり作るところも車だったら日本メーカーがいいじゃないですか。そうですね、そうですよね。だって日本のメーカーがお金儲けてくれたらそれ税金になって日本の人たちはいろいろこう助かるわけじゃないですか。もうそうですよ、もうそうですよその雇用もあるし、はい、ここに勤めてる人たちは当然そこから消費するし、それが中国のお金が流れちゃうって。でも中国結構 EV にかけてるんですよ。かけてる、かけてるんですよ。いやそうだ、おっしゃってた、いやこのままじゃもう中国とかああいうお金すごいかけられるところに負けちゃうんだよっておっしゃってた。それがもうかけてるってことですね。あ、もうですね、太陽光、さっきちょっとクリーンエネルギーで太陽光って言ったじゃないですか。太陽光のもう上位10社の中はもう中国ってなっていて、はい、風力のところも欧州中国ってなってて、そこに日本のメーカーの名前はゼロなんですよ。いやそうなんですね。なんか水素を作るために電気がめちゃくちゃかかるんですよね。そうですよ。だからクリーンエネルギーにしないといけないっていう、その前提のクリーンエネルギーが今はもうちょっと負けちゃってるってことですよね。もう結構海外に押されてしまって、でも日本も増やさなきゃいかんっていうのが去年の発表で、こっから増やすぞって今なってるんで、巻き返しフェーズで、自動車は負けれないじゃないですか。ま、そうですよね、おっしゃってましたよね。いや日本はね、トヨタがありますからね。そうですよ、そうなんですよ。まあでもそのトヨタは EV 来る前にもハイブリッドがやっぱりその CO2 減らすには重要だろってちょっと言ってたね。 EV 出遅れたんですよ。あー、そういうことなんですね。でちょっと水素に張りすぎて、はい、水素にもう張りすぎちゃった、水素に張りすぎて、でももう世界が EV ってなってきたっていうのを見て、おお、もう俺ら EV やるしかないってなって、今トヨタも EV は巻き返し路線、おお、軌道をまたちょっと変えてきたわけですね。変えて、で今、まあ、去年とかにこうちょっと発表をさりげなくしてたレクサスのモデルとかはちょっといけてなくて、あ、そうなんですねちょっといけてなくて、ちょっといけてなかった。このチャンネルでもですね分析をしたんですけど、はい、うん、EV やっぱりこう充電してどんぐらい走るかが結構重要なんですよ。いや、そうですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。すぐ充電なくなっちゃったらちょっとやばいじゃないですか。やばいです、やばいです。で今アメリカのテスラとか、それから欧州のボルクスワーゲンとか出して車ってフル充電で普通に400キロとか走るんですよ。そんなに行くんですか。そうなんですよ。もう東京から普通に、例えば仙台とか、例えばその大阪とかまでもう充電なしで行けちゃうんですよね。おー、すごい。まあ十分じゃないですか、そこまで行くと。そうですね、そこまで来たんですよ。で日産はそこは頑張っていて、おお、そうなんですよ。リーフのちょっとハイグレードのやつとかはもう結構な距離走りますし、これから投入されるアリアっていう、もうこれ車運かけてると思うんですけど、はい、っていう EV はもうそんぐらいの距離走るんですよね。すごい。そうなんですよ。まあその中ちょっとトヨタさんの出したそのレクサスはあれあんま走んないなって、その航続距離が。そうですね、でちょっと値段お高くて、ちょっと比較しちゃうと、うん、だで実はあんま候補しなかったんですよ、トヨタさん。あ、だからまあ自分たちも、あ、これちょっと一発目だなみたいな多分感じがあって、でもこの前スバルと組んで EV 出して、これちょっと分析しようと思ったんですけどとか言い出していたり、パナソニックさんと組んでもう蓄電池のところはこれからやっていくぞってやってたりするんで、巻き返してくるんで、トヨタがどんぐらい巻き返してくるのかっていうのは、あー、楽しみなところですね。いや、もう僕はもうそこ結構期待してますね。いや、楽しみだな。いや僕正直車は持ってないんですけど、はいはい、
そういう時にやっぱり環境にいい方がいいじゃないですか。そうですね。で、蓄電池の車ってすんごい走らないっていうか、はいはい、距離が行けないから怖いなってイメージあったんですね、はいはい、やっぱ買うのに、はいはい、だから400キロ行くんだったらありだなって思っちゃうんですよね。本当に全然行くんで。へえ、そういうことなんだ。そうなんですよ。しかも国も補助金つけてくれるんですよ、はい、あ、補助金も補助金つけてくれるんですよ。家の電気を再生可能エネルギーの電気に切り替えたら、車種にもよるんですけど、マックス80万円出しますよって言って、お結構なんですよ。で、東京都は東京都で、もう条件満たせばマックス60万円払いますよとか言ってるんで、2つ合わせられるんで、140万円もらえちゃうんですよね。あ、だったら140万円分、いい車買えちゃうってことですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。ああ、いや、なんか普通にこう消費者にこうそういうメリット、そういう車を選ぶメリットがあるんだったら、そっち選びたくなっちゃいますよ。なっちゃいますよね。なっちゃいます。なっちゃいますよね。で、家の電気を再生可能エネルギーに切り替えるっていうのは条件になってるので、で、今あんまりそのコスト上がんない電力プラン、再生可能エネルギーの電力プランとかもあるんですよ。おな、それもですね、ちょっとまた今度動画でまとめてお伝えしようと思ってるんですけど、実はあるので、はい、だコスト増えないで家の CO2 フリーの電気になるわ、EV になるわ、で EV もだからそういうのちゃんと充電すれば環境には優しいし、しかもいい車だし、ちゃんと航続距離も走るし、おい、ほらもうこういう世の中だぜっていう。すごい。なんかそれで言ったら、なんかトヨタさんがこう街の計画みたいな、なんかすごいなんか未来的な写真っていうかを僕は見た記憶があるんですけど、それも関係するんですか。で、はい、今ですね、そのもう車会社はガソリン車からその EV に切り替わっていく過程の中で、はい、でしかもこの車にOS とかが搭載されていくような、うんうんうん、もう携帯みたいな感じです。アンドロイドとかが 入る車がちょっとアメ車とかであるんですよ。おで、そのままだから車に乗ってて喋るじゃないですか。 Google のアンドロイド入ってるんで、それを例えば Google どこまで行ってとか言ったら勝手に見つけてくれて勝手に行ってくれるみたいな感じに今なっていて、そうすると車メーカーってもう外側だけ作る会社になっちゃうみたいな危機感があるんですよ。いや、それ怖いですよね。そうなんですよ、はい、それでだったらもう車っていう概念だけじゃなくて、もっと車を活用した何かみたいな、そういう付加価値を求めに行く会社が今多くて、うん、アメリカの話題になってるテスラとかはもう再生可能エネルギーも手掛けてるんですよね。あ、で、蓄電池、車の中の蓄電池も積むんですけど、これをもう産業用の蓄電池とかも手掛けてるし、あとは太陽光パネルとかも手掛けてるんですよ。ほう。で、家のところに太陽光パネルを屋根剥がして、太陽光パネルの屋根にして、それをテスラの車にチャージするだとか、その蓄電池にチャージするだとか、もうそういうことか、エネルギーソリューションの会社だって言ってるんですよ。で、ボルクスワーゲンも車をもう蓄電池代わりに街で使うと、だから都合のいいところで充電できるようにして、その車に入ってる電力を足りないところがあれば自由に出し入れして売ったり買ったり電気ができるようにするっていう仕組みを作るぞって言ってたり、でトヨタはっていうと俺らは街を作るやっぱスケールがでかいですねそう、俺らは街を作ると。で、元々の工場の跡地がこれあるんですけど、はい、そこのところにもう街を作るぞと言って、それをウーブンシティというふうに名前をつけて、はい、で、そこで走ってるもう車は当然もうその CO2 フリーで走る車がそのもういろんなものを売ってたりするんですけど、消費者が例えば何かをこう欲しいと思った時にそれをまあ届けられるような、なんか例えば携帯とかでスタバのコーヒー飲みたいなみたいなことで言ったら、その車がスタバのコーヒーをコーヒー屋に代わって届けてくれるみたいな感じになるような未来として、完全にドラえもんの世界じゃないですか。ちょっとそうもう絵がドラえもんですから、それを作るぞと。だからもう空間を我々提供するんだ、車もその空間の一つなんだというのがトヨタのコンセプトです。いやー、ぜひトヨタにやってほしいですね。だからうまくこう波に乗って、いや、そういう時代迎えてほしいな。いや、そうですよ。もうこれ今もうだからマスオさんのファンの方が見ていただいて、はい、マスオさんこうやってもう質問してくださって、僕今解説できてるんで情報届けてるじゃないですか、はい、皆さん気づかれるじゃないですか、行動に移すじゃないですか、世の中変わりますよ、入り口ですよ。やった、ちょっと僕世の中変えるなんかこう歯車に慣れてる気がする。いや、めちゃくちゃもう、いやー、いろんな話聞けてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。いや、もういつもながら、はい、本当にいろいろお話できて、いやちなみにその脱炭素 YouTuber っていうのはいらっしゃるんですか。
電力 YouTuber はいるんですけど、ほー、脱炭素 YouTuber は入りは多分初で、はい、後発でチロッとだけいます。あ、チロッとチロッといます。いや、パイオニア、パイオニアで脱炭素がちょっと来てるって感じて、はい、後発された方もいらっしゃるんですけど、パイオニアだと思います。いや、しかもさ、もうさ、外務省でパイオニア、もうこれ以上脱炭素で信用のおけるこう情報が得られるチャンネルはもうないです。ありがとうございます、ありがとうございます。だとしたらやっぱり脱炭素を学ぶにはエナシフ TV ってことですよね。そうです、もうエナシフ TV でぜひ皆さんですね見ていただければなと思います。本当に、いや、素晴らしい、いや、すごく勉強になった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう今日はもう本当にマスオさんに来ていただいて、もう心からもう嬉しいとともに思う存分話させていただきましたいや、本当にもう皆さんですね、あの脱炭素のことを、まあ、マスオさんにこう質問していただいてですね、情報をもうお届け、しかもですね、優しくですね、皆さんに今日お伝えすることができたんじゃないかなと。で、かつ熱量はもうマスオさんのおかげで、今日もですね、暑さ、もう僕が発電してんじゃないかっていう本当ですね。あの実はですね、マスオさんとコラボ外務省の時にさせていただいたじゃないですか。で、あのコメント欄私見たんですけど、あのファンの方が前田雄大で発電できるんじゃないかっていううまいこと言ったなコメントがあったんですけど、その熱量もですね、皆様にお届けできたんじゃないかなというふうに思います。それでは、さよなら、しよつ、また次回。